はい、今回も、中村すみれさんの碁を、見ていきたいと思います。はい、今回は、このね、第2局目ですね。はい、1局目がね、残念な負け方だったんでね。はい、早速三三入って、滑りですね、こういうとこね、かけたくもなるんですけど、こんな感じで打たれると、意外とね、すっきりを収まられてしまうということで、そうですね、まあ黒も何かこの辺りとか打ってね、この薄みを守っていたら硬かったんでしょうけど、ここ跳ねてね、この白に圧力かけましたね。で、ここからつけて、ここからすごくね、激しくなりましたね。またこの置きが鋭いですね。はい、これはさすがの一手ですね。そうですね、これを押さえると、ここがこう効いてますからね、付け越しからこんな感じで打たれてね、ちょっと白も持たないということですよね。はい、で、守って、で、コスにつけて、ここが次が唯一のしのぎですよね。でこれね、取ってもこれ 目がないんですよね、まだ白ね。はい、いや非常にね、濃い戦いしてますね。はい、でちょっと切断しに行く手をちょっと黒も薄みが多いので無理ということで渡らせて、であとここですよね。白もね、これ取って、成果をね、上げたということでね、満足できそうですけど、こうやって押さえ込んで、はい、ここでね、取りに行くかっていうことですよね。取りに行く、ただこれにはこういう3の手も打たないといけないし、5も打たないといけないんでね、あるかもしれないんですけど、こういう手とかですかね、こんな感じで。取ってどれぐらい締め付けが効くかみたいなっていうのも読まないといけないですし、おそらくね、取りに行かなくてもこれでいいという判断だったんでしょうね。ただ局面が進んでみると、一応これどっちも生きられてしまってね、白が得たものがこれなんですけど、意外とこれぐらいだとね、まだ難しい碁だったみたいですね。この黒のね、粘りがすごいですね。非常に粘っこく、打たれていて、そうですね、これこのぐらい打ってね、しっかりつながって、これもこういう手が残って嫌なんでしょうね。ちょっと気がついてみたら、こうやってね、差し込んでこれ取られてしまって、うまく黒にやられてしまいましたね。こうなってしまうと、白が得たものがあんまりなくて、この辺りで逆転になってしまったでしょうかね。いや、非常に、この後もね、中村さんうまく打たれていたんですけど、はい、残念な負け方だったと思います。はい。じゃあ、それではこの辺りで終わりにしたいと思います。